はい、今日もテイルズオブゼスティリアの実況を、やっていきたいと思います。ということでね、今日はねテンションをぶち上げていこうかと思ったんですけども、今また朝の6時です、仕事が夜の10時とかに終わって家帰ってきたのが10時半で夜の。で、そっからね、今まで、ぶっ続けでね、歌ってみたのね、方を、また同じように、昨日と同じようにやっちゃいましたということで、いや、あれ、止まんなくなるな、本当に。いや、今日はね、正直そんなにやらないつもりだったんですよね。2時間ぐらいでとどめようかなと思ったんですけど、まあ、時間が経つのが早い。セルゲイに報告に行こう。で、セルゲイ、そっか、セルゲイだ。あ、セルゲイ？ここやろ。セルゲイここやろ。なんか団長がどうのこうのってなんか前回言ってましたよね、そういえば。いや、今日はね、ちょっとね、それでもやっぱ長めにやんないと、せっかくね、これやってる、買ったんでね、テイルズ・オブ・デスティリアね。でもね、あんまり長くね、撮っちゃうとまたアップロードがめんどくさいんで、まあ、短くいきますけどね。まあ、結局短いんかいって話なんですけど。ちょっとセルゲイってどこにいんねん、マジで。おー、セルゲイさんよ。頼む。一刻も早く出てきてくれ。その姿を俺に見せてくれ。そして。セルゲイ、セルゲイ。どこやねん？今ちょっと Google 先生をね、頼ってるんですけど、ちょっとね、Google 先生が言うこと聞いてくんなくて。そっか。お、さすが Google 先生。あそこだな。いやー、やっぱね、Google は本当に頼りになるな。ちょっと昔までね、こんなこと、ググればいいとか、そういうのなかったっすもんね。少し前まで、そんな言葉も。いつからだろうな、このググるっていう言葉が流行り始めたの。俺が多分中学校のぐらいの時はまだなかったんですよね。高校ぐらいかな。セルゲ、アゴヒゲおしゃれだな、だいぶ。あんなアゴヒゲ俺も生やしたいな、マジで。めちゃくちゃイケボイスだな。あのアゴヒゲだいぶ手入れされてますよね、多分毎日手入れしてんだろ、このアゴヒゲは。セルゲイよ、しゃっかりしてんな、セルゲイ。お前モテたいんか、そんなに。お前は髪型もバッチリセットしてますからね。うわ、もうめっちゃくちゃセットしてるな、もう。テカってるもんな、髪型が。もうあれ、ワックスベタベタやろ、あれ。ワックスがね、あれ多分もうベタベタだと思うんですよね、あの髪型をするためにはね。光ってるしね。いや、ごめん、もう髪型と青ひげでね、話が全然入ってこないですよね。それはお前、セルゲイが悪いよ、お前。セルゲイが悪い、これは。セルゲイ意外とね、突っ込みどころ満載ですね。なんか片方だけ羽を生やしてるっていうね、そして。
金のアシンメトリーかいな。ローズかわいいな、本当に。え、アリーシャってもう本当に仲間にならないのかな。そんなことないよね。なるほどな。まあ、説得はできないだろうな。戦うだろうな、多分な。セルゲイ。まあ、セルゲイが、面白いというか、まあ、モテたいことだけは分かりましたね、とりあえずね。一つだけ確かなことは、セルゲイが、モテたいということ。フォートン数奇鏡を探そう。ややこしい名前ですけど、まあ、ちょっと探していきましょうか。奥に進むってこれ奥あんのか。あ、あるや。いや、いけないな、やっぱり奥。何奥って。いや、奥ないよな。何言っとんのこいつマジで。おい、グーグル先生、何や。奥なんてないぞ。おい、奥に進みフロア2へってどういうことやん。あ、これのことっすか。これのことっすか。あー、オッケーオッケー。すいませんでした、グーグル先生。僕の勘違いでしたね。グーグルね。今結構もうグーグルが、結構ね、欠かせないっすもんね。僕なんかはもう。何かね、ちょっとわかんないことがあったり、調べたいことがあったりしたときは、やっぱり Google、ググりますもんね。うわぁ、もう6時半か、なかなかやな。暴れんなよ。暴れる気満々かよ、お前主人公がよ。もうちょっと平和的に解決しない？しません？と僕は思うんですけど。まあならね、ゲーム買うなっていう話なんですけどね。え、え？何？指パッチになってないけどな、だいぶな。なんだそのアマテラスみたいな。はい。とりあえず奥に進めばいいということですね、これは。奥に進んでいきましょう。お、セーブポイント発見。ですが、今日の僕はまだまだ行くよ。こんなところじゃ終われないっすよ、これ。まだ何にもしてないっすからね。てか、戦闘が一回もないで終わるのはちょっと、なんかどうなのかな。この、全滅したらデスソースってね、歌ってるぐらいですから、やっぱり戦闘はね、やっぱないと、ちょっと終われないかな。まあ負けないけどな、俺。何？敵？オーケー、行こう。
いや、罠だけど行くしかないやろ。いやー。おうほうほう。何これ。いきなりなんか始まったけど。あ、何これ、回想シーンか。画質悪。ほう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 。ほう。お？はい。なんか今の声サンジのやつ、サンジの声違うか。なんかちょっとサンジっぽかったような気がしたけど、まあ違うな。これが開くのか。え、どういうことやん。意味ないよな。今鍵を手に入れたよな。あー、これか。オッケーオッケー。で、オッケー、行こう。よっしゃ、敵だ。これで、なんとか僕の目標は達成。なんか強そうだな、こいつ。やば。何これ。あ、寒い。あ、寒い。平気だよ。先に進もう。おっしゃー、行こうか。新たな術技を習得した。よし。あ、おう、これか。なるほどな。あ、やべ。間違えてガム噛んじゃった。実況の時はガムはダメだろうよ。バカか、俺は。まあ、なるべくね、噛まないでいこう。迷路みたいなとこだな、これ。なるほどな。おー、なんか、うーわ、え、なにこいつ。え？うわ！うわ！強そう、こいつ。マジで？なにこいつ、弱点。なにこいつ、めっちゃ強いじゃん。いやー、待って待って、強いんじゃないこいつ。結構割とな、苦戦してるよな。あ、でもあと1体か。いや、2体か。よっしゃー、あと1体。オッケー。 208？ 結構もらえんじゃない208って。おー、結構ここレベル上げいいかもな。割とな、208は結構だぞ。あー、あっちから来たから、こっちか。でもあっちにはまだ行かなくて、反対側を調べると。あー、これ水のあれだろ？あー、オッケー。これは無理だ。持ってない。
次は、ほうほう、なんもねえのかい。なんもないんですか、おい。うーわ、ちょっと待って、やめて。今ね、あなたと戦う気分じゃないの。うーわ、またここも水。おしつこ、こいつ。気持ち悪い、あいつ。オーケーオーケー。うわ、やだ、やだ、やだ。あ、マジか。うっそ。まあ、緑も持ってないでしょ。だ赤だけしか進めないから、まあ、あそこで合ってたんだわ。うわ、またこいつ復活してるわ。早っ。蘇生能力が早すぎるわ。やだ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 、俺はやだよ。おお、開いてる開いてる、もう開いてるとこどんどん行っちゃおう。これはね、もう無理だ。やべ、ま、やべ、ガム噛んじゃった。ガム噛んでるやないか、おい。うーわ、ワウルフ、デビル。強そう。ここでレベル上げいいかもしんないっすね、結構。200も、200ぐらいをコンスタントにもらえるんだったら、まあまあまあ、10回ぐらい戦えば、まあレベルが1上がっていくと、いうことなんで、まあここでね、30ぐらいまで上げていけば、まあちょっと安牌なんじゃないかな、もう。結構いいレかもしんないっすね、ここはね。この神殿は。まあていうか今まで、まあ結構レベル上げしないで進んできたんで、ちょっと高く感じてるのかもしんないですけど、まあ結構いいな、ここ。まあちょっとね、もうぼちぼち戻ろ。セーブしに帰るんでね。もうセーブしたらやめます、もうこれは。もう結構ね、やばい、もう。本当に。スレイマとの戦い。よっしゃー、俺に近寄るな、バカども。うわ、マジか、おい。何しとんねん、おい。眠たいんや、俺は。寝させてくれや、おい。よっしゃい。うわ、クソじゃん、こいつ。しかも XVP。え、何これ？ 32？ 何それ？え、これどういうことなん？そんなことある？ 200 ぐらいもらえる敵がいるフィールドで、片や32しかもらえん雑魚ってどういう、まあ、確かに弱かったけどさ。そんな差作ったらあかんやろ。いや、もうセーブします。もう、こんな主人公のね、どうでもいい話なんて聞いてられないんだよね、俺は。はい。ということでね、今回は、この辺で、終わりたいと思います。でね、もう、本当に明日からちょっと、マジで、本数をね、本数というか、まあ、動画を、出すために進めていこうかなと思ってます。この手ですね。他のね、白猫とかなんとかっていうのも やりたいんですけど、まあ、ちょっと時間が今なくて。はい、ということでね、最後はちょっと、また話が変わるんですけど、歌ってみたの方をね、良ければ、まあ、聞いてみて、もらえたら、嬉しいです。はい。僕のね、チャンネルに、あるんで、まあ、たどり着けるとは思うんですけど、まあ、まあ、良ければ、お願いします。じゃあ、今日はこの辺で終わりたいと思います。ありがとうございました。